えー、続いてなんですけど、はい。まあ、ね、ある IP アドレス、えー、172-118-3で、えー、プレフィックス帳が20っていうね、えー、まあ、アドレスがありますよと、えー。このネットワーク部っていうのは、えーねえー、上から数えて20桁なんで、まあ、この部分ですよと。でね、えー、この IP アドレスが所属するネットワークにおけるネットワークアドレスっていうのは、このホスト部がすべてゼロのこいつですよね。また、えー、この ネットワークにおけるブロードキャストアドレスっていうのは、えー、今度はホスト部が全部1の構室ですよね。えー、でね、じゃあ、このネットワークにおいて、えー、つなげることのできる最大のホスト数って何ぼやねんって言いますと、い。えー、こちらのね、2の H 乗引く2、カッ H はホスト部のビット数ってなるのってわかりますかね はい、でホストのビット数っていうことは、まあ、今回はここ12桁ですね12桁12桁あるんでつまり2の12乗引く2これがこのネットワークにおいて接続できるホストの最大数ですよと、はいでまあ、これはもうまず前回、ね、やったやつですね、はい、この12桁におけるパターンっていうのはこの12桁で取りうるパターンっていうのは2の H 乗、まあ、今回は2の12乗ですねはい ね。そこから、ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスえ。これはもうね、ホストに割り当てることのできないアドレスなんで、引く2をすると。ね。そうするとえ、このネットワークにおいて接続できるのは、ね、2の12乗引く2になるよと。えー、まあ、こちらですね。公式というほどのものでもないんですけど、よくね、テストとかでできますんで、えー、最大ホスト数を求めようみたいなね。はい。なんで、まあ、一応押さえておきましょう。 ちなみにですね、さっき出てきたね、クラス A、クラス B、クラス C の最大ホスト数で、なぜかマイナスにされたっていうのは、このネットワークアドレスとブロードキャストアドレス。この二つが差っぴかれたっていう話でした。